ウィアー n e コンサートにて、バラク・オバマ大統領とミシェル・オバマ夫人ウィアー n e オバマ就任式典は、アメリカ合衆国の首都ワシントン DC のナショナルモール、リンカーン記念館にて2009年1月18日に開催されたバラク・オバマのアメリカ合衆国大統領就任を祝う、就任公式行事のコンサートイベントである。このコンサートには、40万人以上が参加したと推定されている。 このコンサートでは、ビヨンセ、メアリー・ジェイ・ブライジ、ジョン・ボンジョビ、ガース・ブルックス、シェリル・クロー、ルネ・フレミング、セレブ・グリーン、ジョシュ・グローバン、ハービー・ハンコック、ヘザー・ヘッドリー、ベティ・ラベット、ジョン・レジェンド、ジェニファー・ネトルズ、ジョン・メレン・キャンプ、ピート・シーガー、シャキーラ、ブルース・スプリングスティーン、ジェーム・ス・テイラー、U2、アッシャー、ウィル・アイアム、スティービー・ワンダーラが、 ライブパフォーマンスを行った。また、ジャック・ブラック、スティーブ・カレル、ロザリオ・ドーソン、ジェイミー・フォックス、トム・ハンクス、アシュレイ・ジャット、マーティン・ルー・サー・キング三世、クイーン・ラティファ、ジョージ・ロペス、マリサ・トメイ、デンゼル・ワシントン、ホレスト・ウィテカー、タイガー・ウッズ、サミュエル・エル・ジャクソンらが朗読、スピーチを行った。シャキー・ラ、スティービー・ワンダー、アッシャーは、ワンダーの、 ハイアーグラウンドを歌った。イベントは歌手らのライブパフォーマンスとセレブリティによるスピーチ、朗読を交互に行われた。このコンサートはミュージシャンによるプロモーションの場では決してなく出席者は自身のヒット曲ではなくコンサートテーマに合わせた曲を選曲し歌った。イベントはデンゼル・ワシントンによる宣誓で幕を開け終盤ではオバマ自身も変革を求める。 数百万の声を阻むものは何もないと選挙、期間中からの掲げてきた変革についても触れたスピーチを行った。最後は、ビヨンセ主導による愛国家アメリカザ・ビューティフルの出席者全員での歌唱で締めくくられた。このイベントの音楽ディレクターは、ケネディセンター名誉賞のロブ・マシスが務めている。イベントでは、バックバンドはオーケストラボックスの中で演奏をし、 スタジオミュージシャンでドラマーのケニー・アロノフをフィージャーするという演出が行われた。このコンサートイベントの模様はケーブルテレビ局の有料チャンネル HBO が放送し、この時同局はチャンネルを無料開放してオンエアした。またこのコンサートの模様は同局を通じてインターネットでの生中継も行われた。このコンサートの放映権は世界中に売られており、 フィンランドではフィンランド国へ放送が生中継の上無料放送した。オランダではオランダ公共放送がネダーランド3チャンネルにて生中継の上無料放送した。ポルトガルではポルトガル国へ放送が RTP2 チャンネルにて2009年1月24日に放送した。日本ではワウワウが2009年1月24日に録画放送している。 ありがとうございます。